はい、えー。テニスエナジーの白川です。えっ、ー、と、今日はですね、えー、プロになるなら、ということですね。えっ、ー、と、もう簡単です。えー、プロになるなら、プロの中に入れるのが一番早いです。で、えっ、ー、と、まあ、そのご家庭の考え方とか、まあ、本人がね、どこまでね、まあ、みんなね、ちっちゃい子なんかね、プロになりたいなんて言うから、まあ、それはみんなプロになりたいんでしょうけどね。えー、それはまあ、まあ、別として、えっ、ー、と、やっぱりね、あのー、 そのプロのになるんだったら、じゃあ何をクリアしていけばいいのっていうね、えー、基本的なところね、えー、それをやっぱりちゃんともうきっちりこう作った上でですよ、もうもうトレーニングから体作りからもう全部できてもどこ出してもまあ問題ないなというふうなところになればね、あのまあちょっと知ってるところとかいろいろこう当たったりとか、えー、っとまあ ね、知り合いの,そのプロの、ね、関係のところに話して、まあ、うちにこんな子いるんだけど一回ちょっと見てもらえませんかっていうような、ね、話でね、えーまあ、それで、まあ、先方もね空いてて一回見てみようかっていう話があればねあの、えー、見てもらってで行けそうだったらねあのちょっとずつそういう環境にね、えー、と通わせて入れていって馴染ませていってで徐々にこうねプロの、ねえー、グループの中にね、まあ、入れていくと。 えーいう感じで行く場合もあるし <laughs> また、まあ本当にね、成績がポン出てねいきなりもうナショナルの中にボーン入ってでまあもういろんなね機会を与えられてプロの練習の中に入れてもらったりとか、まあ、あのナショナルセンター使わせてもらったりとかまあそういうふうな、まあ、例もありますしねまあ、それはもう、えー、とそれぞれだと思います。でもやっぱりその なんて言うんですかねあの、そこに行くまでにはね、誰でもね、えー、例えばあの紹介してくれたら入れてくれるんですとかそういうとこじゃないですから、絶対に。まあ,ある別の人がこんなこと言ってましたよね、うちのコーチ、なんとかのプロの知り合いだから、行ったら入れてくれるんですよ、わっはっはーなんて言ってましたけどね、入れてくれるわけないんですよ、正直言って。 クリアできないといけないものがたくさんありますんでね、やっぱり先方もいろいろ見てますから、誰でもってわけじゃいきませんからね。で、じゃあ、あのまあ、クリアするもの、どういうものをクリアしなきゃいけないのかなって、た、ま、い、あ、ね、もう小学校5年生ぐらいまでにはね、すべてのショットはできてないと、やっぱりだなのかなという感じはします。で、その上で、あのやっぱりこの体ね、トレーニングか何から、あのもうきっちりね、えっ、ー、と、 もうバリバリ体を鍛えるとそういうのではなくて、まあ、例えば、まあ、あの姿勢であるとか、まあ、いろんなねあの今後いろんなことを教えてもあのすんなり、ね、吸収できるような、ね、もうちょっと体になってるっていうね、そういうところまで、ね、ちゃんときちっと作っていかないとやっぱりいいパフォーマンスは出ないので、えー、やっぱり、えー、プロがいるようなところとかそういう知り合いのところに出すっていうのはなかなか厳しいのかなという感じがします。 まあ今までうちにいたのでやっぱり一番早かったのは小学校の5年の男子でねもうちょっとそのプロの関係の人にちょっと入れてもらってまあたまたま空いてるよって言ってあの心よく受け入れてくれてもうそこからもずっとねそういう環境で頑張れた子もいますしその次はね小学校の6年生かな6年生の女子かなえーっとちょっとまああのかなりまあ昔ですけどねあのー ちょっとナショナルの方のあのコーチプロの方うの人にちょっと紹介してもらってでそこでねちょっと練習入れてもらってでもそこでもうずっと頑張って、まあ、あのプロになって全日本選手権ねあの決勝まで上がったりとかっていう風な、えー、選手、まあ、世界も回ってましたけどねそんな選手もやっぱりいますけど。 やっぱり、なんていうんですかね、この,このレベルまで持っていったら、次こういうところに持って行って、次こう行ったらこう行けるってうこうレールがあるんですよね。こう道筋っていうかで。その道筋がある程度はね、やっぱりね、あの、こう作っていってあげないと、やっぱり、あの、効率よくはいかないんですよね。で、最低そのいうあの道筋が分かった上で、えー、うまくそれに乗っかってくれて、で、本人もそういう方向に、 ねえー、行くんだっていう気持ちもあって保護者もそういう気持ちもあってあみんな全然この方向あの紹介しても大丈夫なんだなって技術も、ね、含めて、ね、分かれば、ね、どんどんそういうところに、ねえー、出していこうかなというふうには考えていますやっぱり、まあ、プロとかそういうところに出すんだったらプロの中にいるのが一番早いですよね。でたまに、ね、コーチの中でねもうなんかもうかわいいんでしょうねもう抱え込んじゃってね話さない人いるんですよ。 あれ問題かなと私は思いますよね、極端に言うたら。で、ある程度はこう育てたらね、やっぱりこっちも可愛いし、一生懸命やってはいきますし、ある程度の試合とか、海外の試合とか、やっぱりあのついてってあの、できるとこはね、やっぱりやったりとかしようとは思いますけどね。でも、ある程度の、あのずっと一生ね、こう一緒にくっついてる動く、動けるわけじゃないから。 だからあのもう限界はそれは誰でもあるからねあの、やっぱりうち他のジュニアのこともいますし、だそうなってくると、やっぱりあの動ける人にね、動けるところにね、ちょっとうまくつないでいって、あの道筋をねきっちりこうレールを、ね、作ってあげるっていうことがね、あのすごくあの大事なことだと思います。ね それとまたあの自分のねあのなんていうかねあのコーチの悪いところだと思うんだけど他の人もたまにいるんだけどねできないことを、ね、任せる勇気ないんですよねだからできないことはねもうできる人に任せるっていうことを、ね、やっていかないとね絶対ねあのそういうジュニアはやっぱり育たないと思います,すねあの。そこをねあのよくこう見据えてねえ皆さんもあのいいコーチに、えー、教わってると思うんですけども あのー、いろいろね情報をね広げていってあのー、見分してみるのもいいのかなと思います、えー、もう一回言いますけどもうプロになるんだったらプロの中に入るのが一番早いです,で,す、ね、では頑張ってください